こんにちは、マイティーワークス公式 YouTube でございます。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、早速ですが、今日も商品紹介をしていくんですけど、今日は、メンズとレディースと1品ずつですね。はい、はい、GoTo ハリウッド&デニムダンガリー、はい、はい、フィスっていう会社さんからですね、はい、入ってきた商品を紹介したいと思います。はい、じゃあこのちょっとね、この珍しいこれちょっといきましょうか。これなんすか、ちょっとわかんないです。ここツイードのジャケット、はい、なんか GoTo って結構カジュアルなブランドですけど、はい、ツイードってなんかちょっとなんかジャケット的なね、上品なかしこまった感じの、ね、はい、しますよ、ね、ほらツイード、ほらしますなんかシャネルでもよくあるツイードのジャケットですよね、はい、かっこいい。ここ見て、何これ、ミリタリーじゃん、なんかミリタリー、ツイードにミリタリーってなんか珍しくない？そうなんです、はい、この赤と白のツイードなんですけども、はい、このあとボタン見て、ちょっと、うん、おー、なんかヴィンテージっぽいボタンですね。はい、ツイードにこのボタンはなかなかね、あ、本当だ、これ怒りマークからの木、うん、あ、これハートマーク、太陽マーク、そう、お、全部違うんだ。すごくないですか。はい、これ何、なんか文字が焦点が合わないですね。あ、なんか書いてる、ワンダー、ワンダー、でも、はい、うん、なんですね、すごいですね。そしてね、かわいい、かわいい、はい、ちょっと身幅ある感じ、はいはいはい、ちょっとゆったり着れる感じかな、はい、感じなんですよ、ね、あ、パンちゃん来た、ますよパンちゃん、これ裏、おー、ワンちゃん動いてる。あ、裏見てください。裏これなんかミリタリーですね。うん、これね、なんと、はい、リバーシブルなんですよ。おー、なるほど。はい。なので、こっちはもう絶対使えるやつなんです。本当だ。毎日使える。使えるやつ。使えるやつ。本当だ。ミリタリージャケットだ。はい、あ、こっち着るな、俺。これ、あ、俺着るけど、ツイードは着ないな。うん、着ないと思う。これでもすごいね。ちょっとツイードがちらっと見えるのがいいね。そうなんです。それで負けたりとか、本当だ。あと、着た時にこうなると、はいはいはい。ちょっと襟みたいな。なるほど。かわいい。かわいいんですよ、これ。これ、あれですよね、子供服ですよね、基本。子供服ブランドなんです。子供服の大きいサイズですよね。はい、サイズを。2サイズです。はい。レディースの M ぐらい、ちょっとゆったりめ。M みたいな感じ。M から L。はい。これいいね。なんか変わってるね。そう、これ欲しい人いるかもしれないです。これはいいですよ。本当に可愛い。はい。はい、なんかこのツイードってトレンドなんで。ああ、なるほど。ツイード結構流行ってですね。はい、しかもこの色。はい。赤。可愛いけど。うん。って悩んでらっしゃる方もこっちを着れるんで、確かに絶対これ新しいね、いい、うん、誰か欲しい人がいたら、でこうすると可愛いでしょ、ま、可愛いね、普通にしてもこう見えるんですよ、はい、ツイードジャケットとミリタリージャケットのリバーシブルってなかなかないですよ、ないくない、はい、これすごいと思います、はい、この発想、はい、さすがフィス、フィス社、はい、フィス、はい、素晴らしいと思います、可愛い、はい、はい、じゃあ次、メンズいきます、ドドン、メンズサイズね、はい、だから全然3サイズ、はい、っていうことなんですけど、ですね、メンズの M ですけどね、はい、はい、今回いつものやつですね、うん、デニムダンガリーとグラミチのコラボです、はい、はい、でグラミチといえば、クレーミングパンツなんですけど、はい、今回、ね、そうですね、まあ、山登れるように股がね180度開く仕様になってるんですけど、今回なんとワイドになってます、うん、時代はワイドです、これワイド、ワイドクライミングです、本当だ、ワイドテーパードですね、いつもはもうちょっと細いんですけど、い、はい、今回は割とゆったりめで作ってきてますね、本当だ、はい、だからグラミチでこのゆったりめってなかなかないんじゃないかなって、うん、これはデニムダンガリとコラボしたからこそ生まれたこの発想じゃないかなと思います、うんうん、で色はね、しかもね、ピンク、ピンクチノ、ピンクチノのこの糸の色、はい、ピンクチノでございます、すごいよ、はい、これはかなりおしゃれじゃない、あったかいなんじゃないかなと、はい、うん、思います、このベルトも、はい、後ろもちょっとお尻もね、はい、いつものね、はい、はい、そうですね、いつもの感じで、ここにダブルネームの証で、うん、これちょっと焦点が、はい、グラミチと
デニムダンガリーね入ってますね。この感じですよ。はい、可愛いでございます。可愛かったです、はい、色がすごくいい。そうですね、はい、なんか使えそうですよね。はい、結構ねラフに着ていただいたらいいかなと思います。はい、パンちゃんもねちょっと暴れてますけどね。はい、パープルみたいなピンクみたいな、この色いいですよね。この色ねすごい履きやすそうだな。使いやすいです、欲しいかもしれないなこれは。はい、はい、というわけで今日は、大阪のフィス社の、はい、Go to ハリウッドとデニムダンガリー、はい、紹介いたしました。はい、はい、チャンネル登録してない方は、こんな感じでね、いろんなブランドをね、あの綺麗めからカジュアルまで、はい、いろんなブランドを紹介しますんで、うん、ぜひチャンネル登録していただいて、ベルマークみたいなボタンを押していただけるとありがたいです。はい、はい、それでは今日は失礼いたします。ありがとうございました。